さあ急がなきゃ、今日はエニオビコのレジェンド講師と打ち合わせだということで、おはようございます。おはようございます、はい、今日は貴重なお時間ありがとうございます。ありがとうございます、はい、じゃあ先生、普段はどんな仕事をしてるんですか？かつては地理の講師をやっておりました。今はエニオビコのいろいろです。いろいろありがとうございます。じゃあエニオビコのこだわりポイントを教えてください。エニオビコはまず自学自習ができる豊富な教材、そして湧き立つライブ授業、さらには生徒が白熱するフォーラム、それらが一体となったオールインワンの学習システムです。なるほど。じゃあ先生、こんな僕でも勉強できるようになりますかね？もちろんできるようになります。知力の全てを注ぎ込めばいいのです。しかしその前に強靭な肉体が必要です。強靭な肉体ってことは先生、まさかエニオビコダーリン出走。知識と経験は嘘をつかない。本当に本気で走っちゃっていいんですか？手加減しても勝てますよ。信頼と実績のある私にぜひ投票ください。